はい。というわけで皆さん、こんにちは。本日はですね、神奈川県入試の過去問の使い方について説明をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにこのキャラクターはですね、 過去問くん。あの、東京学さんさんの過去問のね、イラストになってます。過去問はあのいろいろな会社から出てると思うんですけど、まあ学校で買ったり、あの、通ってる塾で通ったり、まあ本屋で手に入れたり、まあ大きな違い、解説とかに少し細かい違いはありますけど、大きな違いはないので、ぜひ、まあ一冊はね、6年分とか載ってるかな。あの、ものを持っておくといいでしょう。では、早速過去問の使い方一つ目参りましょう。過去問の使い方1。 まずは相手を知るために使うっていういことですねこれどういうことなのかっていうとまあもうこの時期なので1回2回過去問をやったことがあるっていう方も多いと思うんですけどまさしくあのその感じです。どんなもんなの過去問はっていうのを知るために使うっていうことですね。まあこれを知らずにずっと勉強を進めるとこうどんなテストかわからないまま勉強を進めることになるので。 やっぱり少し効率が落ちるかなと思います。なので、まずは相手を知ること。そのために過去問を使っていただければと思います。じゃあまあね、入手問題っていうのはどういう問題なのかっていうのをちょっと見ていきましょう。よいしょ。これは、えー、2018年の理科の問いの問題ですね。どうでしょうかね、パッと見。 これ、まあ、すごく簡単に言っちゃえば、同じ高さの音を出す音差を選びなさいっていう問題なんですけど、まあ、そうは書いてくれませんね。神奈川県の入試問題は、文字数が、まあ、日本一と言われております。なんで日本一になるかっていうと、こういうふうに出すわけですね。図はオシロスコープを用いて調べた音差 A の音の波形を表したものであり、なんたらなんたらって。もうね、面食らうわけですよ。慣れていないと。 なんで、この文字数になれるっていう意味でも過去問をしっかり見ておくといいでしょうね。まあ、こうやってわかりにくく出したり、あと、これも2018年の社会の問題なんですけど、まあ、神奈川県入試の特徴がよく出てると思いますので紹介しておきます。これ、消費税の問題です。次の資格中のアに当てはまるものとして最も適するものを、あとの AD の中から一つ選んで、その記号を書き、 意に当てはまる語句を漢字で書きなさいと。いはね、間接税なんです。問題はこのあですよ。あ。ちょっと止めて読んでもいいですよ。消費税はあという傾向がある。また、消費税は税金を負担する人と税金を納める人が異なることから、まあ、接税に分類されると。じゃあこのあが、下の A、B、C、D のどれかということです。ちょっとぜひね、まだやったことないという方は、考えてみてください。ここで開けなくてもいいのか。 止めればいいんんだもんねあの <laughs> いきますよこれ結構間違える人が多いのが A なんですよ。商品の価格が高くなるほど価格に占める税額の割合が高くなる。でもこれね、確かに税額は高くなるんですけど税額の割合は変わんないんですよね。8%だったら8%、10%だったら10%ですで。答えは C になります。所得が少ない人ほど所得に占める税負担の割合が高くなる。100円持ってる人とね、 1>, 1万円を持ってる人だと。同じ100円のものを買ったとしても、その10円分の負担が大きいのは0円の持ってる人だね。なのでこれ C が答えになるんですけど、こういうふうに消費税自体はみんな知ってるんですよ。でも、それを知ってるだけじゃ解けない問題。そういう問題が神奈川県入試は結構多いです。なんでこういうのもしっかり相手を知っておかないと、少しやっぱり面食らっちゃいますよね。ギリギリになってね。で、今ぐらいで一応こういうことを知っておけると、今後の勉強も進みやすいんじゃないでしょうか。ね。 今説明した通り、まず相手を知るために使うっていうのが、神奈川県入試過去問の、まあ一つの使い方です。ただこれはメインじゃありません。ね。じゃあ二つ目、三つ目をも見ていきましょう。続いて、過去問の使い方2。どん。模試的に使う年度を残した。これはね、どういうことかと申しますと、受験生の皆さん、模試受けてる方も多いと思うんですよ。毎月1回とか2回。 それで、あの、合格判定とか、自分のできるとこできないとこっていうのを把握しますよね。まさしくそれと同じように過去問も使えるということです。ただね、まあこれ注意点があって、過去問を使っていく過程で、あ、この問題もやったことあるなとか、この年度の社会とか理科とかもうやっちゃったなとかね。あの、そういうことあるんですよ。なので、ちょっと次のページに置いときますけど、例えば、 あの、こういう過去問とかの管理シートを使って、自分が何年度分やったかっていうのをしっかり残しといた方がいいですね。で、まあ、可能ならば1年分とか2年分とかっていうのを開けといて、まあ、1月、2月、そのギリギリなところで、本当に模試みたいな使い方をする。まあ、過去の合格点とかね、データも出てますから、神奈川県の場合は結構詳細に出てるので、 なんでそれで比べるとね、自分の実力がどうなのかっていうのも分かりやすいかと思います。なんでまあ、2017年を取っておこうとか、2016年を取っておこうとかっていうふうにできるとおすすめですかね。まあ、ここで言いたいことは、過去問を管理しようということですね。しっかりとね、模試形式で使えるようにということです。さあ、どんどん参りましょう。続いては、過去問の使い方3でございます。何かな成長材料として使うと。 いうこと。これどういうことでしょうちょっと見ていきましょうか。え一、ー、つ目。目標点に応じた過去問の使い方をとあります。まあ、各々志望校が違いますよね。まだ定まってないという方もいるかもしれませんが、大体のここに行きたいっていうのは人それぞれ違うと思います。で神奈川県入試の場合は、まあ、ちょっと特色検査っていうのを置いといて、 基本的には5教科はみんな同じ問題を受けるわけですよね。どこの高校、公立高校を受けるにしても。だから、志望校によっては、100点を目指さなくてもいい子も多いわけですよ。これね、結構重要なんです。どういうことかちょっと次のページで説明しますね。こちらは前回のですね、入試の、まあ、数学の正答率表ですね。まあ、統一、基本的な計算問題。これ一番最初の問題、正答率92.8%。 こここ落ととしいいけないとこね中にはさ見てととかさとかさありますよねこれはですねあの50分間テスト50分間なんですけど50分間で解き終わるのは結構至難の技なんですよ。数学はこういうふうにできる問題とできない問題の差が激しい科目なんですけどこれを踏まえて何が言いたいかというともう 端的に言いますね。わかりやすいように。例えば目標点数が250点の子が、今ね、この平面図形5.1%とか空間図形0.5%の問題の練習をガツガツとするよりは、やっぱり数学だったらこの計算問題とか、その正答率が高いところの問題の練習をしていた方が、まあ、点数には結びつきやすいっていうことです。入試の。 入試はある意味点取りゲームだとするならばその練習する部分と練習しない部分しない部分っていうとちょっと語弊があるかもしれないけどどっから優先順位をつけて練習していくかっていうのが非常に重要になるということですねだからできる問題をちゃんと本番でもできるように得点源になるように練習していくことがまずはその目標点数に応じてはね大事だということです なんで、やたらめったらあれもこれもってやっちゃうと、やっぱり効率がすごく悪くなるので、で、時間も限られてるでしょなので、まずは自分がしっかりと点数取れるところから、固めていくというのが大切かなと思います。ね、本番は時間もあるしね、と <laughs> 言ってますで。これが大事なポイント。自分の目標に合わせた問題に取り組んでいくということが大事ですね。いいですかね。じゃあ、成長するための使い方もう一個いきましょう。 串刺しで解くというやり方。これもおすすめです。串刺しです。どういうことかね。これもちょっと説明していきます。さあ、こちらは理科の学習系統図です。まあ、中学3年間で何をやるかをまとめた表ですね。理科の場合はさ、物理、科学、生物、地学。この4分野を各学年で1つずつやっていくので、まあ、大きく分けると、資産12で12単元あるイメージです。でね。 さっきも言ったでしょ。目標点数に応じて、まあ、100点を取らなくてもいいわけなんで、理科なんかも、この12単元に分けたうちに、自分のさ、得意なところから、ここ出たら大丈夫だなっていうところから固めていった方が、点数には結びつきやすいじゃん。だから、例えば、私は植物できそう。っていう場合は、中1のね、生物、この植物から固めていくわけですよ。で、過去問にはね、 あの、毎年何が出たかっていう表がついてると思いますので、それを見て、植物のとこだけこう見繕って、解いていくわけですね。これは非常に使い方としては。まあ理科だけじゃなくて、数学もね、関数の部分だけとか、まあ人によって平面図形のとこだけとか。そうすることでこう知識がね、より固まりやすいというか、つながりやすい。 ので、まあこれもおすすめの解き方です。大丈夫かなじゃあ、もう一つあります。こちら。間違いを分析し、必要な対策をすると。まあ抽象的に書いてありますけど。これね、非常に大事です。まあ何かっていうと、まあ、例えがわかりやすいかな。例えば、じゃあ、ね、社会の問題やっていて、 地理の問題世界地理の問題で、じゃあヨーロッパの農業についての問題が出て間違えちゃったとしましょう。ああ、これは知識不足だと間違えた理由としては。もう単に知識が足りなかったと。例えばじゃあ、そうね、フランスで有名な農作物でブドウっていうのを間違えましたと。じゃあブドウを覚えるじゃんでもさ、もうそれだけだったらなかなか点数は上がんないんですよ。それと、まあ、並行してせっかくそのブドウあ、ブドウなんだって調べたから、例えばじゃあなんでブドウなんだろうとかね。あ、乾燥してる。 ブドウっていうのはあんまり水が多いところだと美味しく育たないらしいんであ、乾燥してるこの気候かと。気候ってなったらさ、あれヨーロッパの気候ってどんなだっけってなるじゃん北海道より緯度高いのになんで北海道よりあった暖かいのとか。え、なんで日本はね、木でね、作っていることが多いけど家。なんでヨーロッパは石造りなのとか、ね。そうやって知識っていうのはこう繋がって広がっていきますので、一緒にね、そのヨーロッパのことを学んでいく。 まあこれ資料集とかさ、教科書とかさ、ワークとかさ、何でもいいんだけど、せっかくこう、入試問題で得た、あ,あ、ここが私できてないっていうところを、もう有効活用するわけですね。そこを拠点に、そこを視点に知識を入れていく。それに気づかせてくれるのが過去問の役割でもあります。まあこれは模試でも同じこと言えますよね。あ,あ、ここができてない。じゃあこの辺を固めよう。 っていうう風に使うことがすすごく大事ですそうすると知識っていうのはつながってってさっきのヨーロッパ,ヨーロッパ自体がねヨーロッパの問題が出た時に自信を持って解けるようになるわけですよね知識って面白いからつながるとえフィレンツェとかってもう何百年も街並み変わってないのとか日本だと考えられないでしょローマとかもそうだけどね新しく建物立ちちゃいけないとかあじゃ石造りだからやっぱ頑丈なんですよねだからそういう風に ヨーロッパのこと、農作物だけじゃなくて、こういろんな知識が増えてくると、世界地理の問題、ね、入試に必ず出てきますから、まあ、ヨーロッパが出るかどうかはちょっとわかんないけど、解きやすくなるわけです。で、そこを拠点にまた、世界の農業ってどうなんだろうとかね、そういうふうに興味が分散していくと、興味を持って調べた知識っていうのは頭に残りやすいですから、そうなるための、まあ、視点、拠点として、過去問の間違えたところを使えるといいですね。まあ、これが勉強ですね。 間違ったところから何を得るか。なんでそのスタートというふうに使っていただけると一番いいんじゃないでしょうか。はい。ここまでわーっと喋ってまいりましたが、もう一回整理しましょう。三つ、過去問の,の使い方。まず一つ目は、相手を知るために使う。ね。二つ目は、模試風に使うものを、まあ、取っておくってことですね。そして三つ目は、成長のために使う。これが非常に重要です。 ま、言いたいことはですね、こういうことです。過去問を使い倒せと。やっぱいい問題も揃ってますから、あのー、これをしっかり使ってもらって、まあ、いい入試、いい受験になるといいなと願っております。あくまで個人的意見ですが、参考になると幸いです。では、またお会いしましょう。さよなら。